東京の影見道場が飛び去った直後、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ニューデリーなど影見道場が進出している世界の主要都市に黒いウルトラマンが現れ、東京と同様の謎の怪光線を発射。浮上した影見道場に多数の人々を乗せて空に消え去ってしまった模様です。